ポーズです、今回ですけども、2月の12日、本日はね祝日なんですね、場所はね御徒町です。今ねそう秋葉原方面に向かってるんですけれども、今日も公演が当たってるということで、 AKB からの STU からの AKB ということで3日連続現場です。はい。ね、ちゃんと現場派でしょ？うん。もう視聴者の人にも伝わってると思いますけど。うん。ということで、中1日で公演が当たるという、まさかの状況なので、まあ行ってきたいと思うんですが、今日は、研究生公演、ただいま恋愛中公演ですが、小浜ここねちゃん生誕祭ということで、ね、僕がね、17期初めて見て、顔可愛いと思ったのは、小浜ここねちゃんなんですよ。で、握手行ったけど、心折れてやめたっていう対応がっていうところだったんですけど、まあ、何も縁か、生誕祭当たりまして。で、今日は、もともと出る予定だったメンバーがね、ちょこちょこね、変わってるんですよ。誰だっけ、サコちゃんとね、ソララがね、休演になって、ソララの代わりに、ユイチか。で、サコちゃんの代わりに、工藤かすみんと、畠山のんちゃんが、一部ずつ出ると、みたいな、感じらしいですね。うん。で、今時刻は、まだね、チケット発売開始時間前、なんですよ。ちょっと早い。早くついてしまってます。ということは、ピンポンチャレンジができます。ただ今日ね、今日も案の定知られてる子がいない。だから知られてる子がいないと、早い、抽選順の可能性が割と高い。これ過去の傾向からしてですよ。僕の過去の傾向からして、その可能性が高い、わけです。はい。で、前回ピンポン玉チャレンジした時も、推しメンがいない時に限って2投目で当たるということで。まあ前回、その小田エリと倉野ちゃんがいた時に、1万2000分ぐらいやったんかな。うん。1万2000分ってな、いくら？だから100回やってないんで、100回。投げてる回数で言ったら、そこそこいってんのか。ああ。いや、でも100回も投げてないな、多分。で、時間切れ、終了。で、今回は、だからその、1万円、なんかすげえ頑張ってループして、まあその列の並び具合にもよりますけど、さすがに村山倉の佐藤愛理、小田恵里のあたりがいたらさ、そりゃ、一周並ぶのにさ、時間かかるよねっていうのはあるんですよ。でも今日研究生公演でしょ。多分、あの時ほどは、多分一周にかかる時間は短いと思われるわけですね。ってなると、まあ当たるまでやるか、でもトルコを誰にするか問題なんだよな。また唯一っていうのはちょっと芸がないなっていうのと、今日ね、橋本研究員がいるんです。だちょっと第一希望橋本研究員として、まあ、なんだろう。もう枠いっぱいになりましたってなったら、新井沙恵ちゃんもいるからね。そこら辺の二人をちょっと候補として、なんかやっぱりノープランでピンポンやるの良くないっていうのは、前回、当たっちゃった時、その、一ターン目で当たっちゃった時にちょっと痛感したんで、今日の目標、まあ、ピンポンチャレンジする、何回するかは、まあ、その時のテンション次第。もうなんかこれ以上、なんかな、みたいな感じだったらやめるし、ちょっと熱入ったらやるし、で、誰と取るかは、まあ、あれだね、橋本研究員第一希望の、第二希望荒井沙恵ちゃんとかにしてみようかな。それで、ピンポンチャレンジをしていきたいと思います。はい。という感じで、今日、私は何順で入れるのかというところと、ピンポンチャレンジはどうなるのかというふうなところを、まあ、注目してもらえると
まあでも小浜ここねちゃん生誕だから、小浜ここねちゃんガチ勢が鬼ループするのかな、そこら辺よく分かってない。まあただあんまり早い番台で早く呼ばれる気もしないので、ちょっとねどうしようかなっていう部分は あります。どうすっかねマジで。多分今行っちゃうと一桁ないし10番台、10番台きついね。てかまあ一桁が早く呼ばれるのはあんま聞かないからさ、一桁もっときついよね。で一桁は多分マジであの生誕ガチ勢の人がいると思うんですよ。だそう考えると、まあ、別に一桁ではないにしろ10番か20番台どうでしょうね。難しいね。まあとりあえず、まあ、僕のジンクス的には出たとこ勝負なんで、出たとこ勝負してみましょうかね。でもまだね、まだ発売開始時間までねちょっと時間あんのよマジで。ちょっとまあちょっとぶらりします。はい、ちょうどね半ぐらいになったんで、もう行っちゃいましょうかね。行っちゃいましょう。もうなんか変に時間調整するのも変だわ。買ってきてピンポンチャレンジもしてきました。3回並んだから3区20して27投したんですけど、なんかね今日ね入る気しなくて、なんか俺のねなんか腕の感覚とねモチベーションのなさがね、なんかこういつも急騰したらね1回ぐらいねちょっと縁に当たったりね惜しいのがあるんですけど、今回ねその最初の急騰だけで、急騰でそれは1回縁に当たったんですけど、その後のね18投ではねもうダメで、いやこれちょっとあんまダメだと思ってあの切り上げました。今回はピンポンチャレンジ終了ということで、時間がめっちゃある。そしてチケットは10番台、しかも末尾9、要は19番だったっす。そういやこれだから20番台先呼ばれたらしんどいよね。という感じで、まあ、抽選もお楽しみにというところでちょっと時間潰します。まだね時間あるのでこれでちょっと飯行っちゃおうかなというところで考えています。ただここで飯行っちゃうと抽選放された時に飯行けなくなるっていう問題がありますけど、ちょっとチャレンジしましょう。このねゴルメンさんっていうちょっと行ってみたいなと思ってたんでちょっと行ってきます。どんな系なんだ、家系なのかな、ちょっと見てみましょう。食べてきました。思ってたより美味しかったっす。もっとなんかギトギトのヤバめのやつかなと思ってたら、普通にあの豚骨醤油ラーメンのクリーミーな豚骨みたいなバージョンのやつでしたね。思ってたより食べやすい感じ、でした。まあでもラーメン激戦区だからな秋葉原。まあ青島ラーメンとどっちがうまいかって言ったら青島ラーメンの方が僕は好きですけど、まあ系統も違うから何とも言えん。まあじゃあちょっと公園まで待ちます。はい、じゃあ抽選臨んでいきたいと思います。これもね、もう座れなかったら帰るかもしんない今日。テンションがいまいち。はい、というわけで公演終わりまして、五巡かな、五巡で最前座れましたね。上手最前座りまして、やっぱりね知られてる子がいないと抽選いいジンクス発動ということで、2公演干されて、久しぶりの最前と、久しぶりでもないか、てか割とさ
僕のチャンネル見てくださってる方は思うかもしれないですけど、最善率高くないですか。俺割合干されるとき干されるけど、いいときめっちゃいいっすね。うん。で、今日はまあ9人公演だったわけですよ。そうで、まあ入れ替わり立ち替わりで7人のになるときもあって、曲によってはね、まあそんな感じだったわけですけども、感想、あ、皆さん気になってるあの最善レスできるネキランキングいきます。ネキじゃないからメンバーね、9人いますが、1位新井沙耶ちゃん。新井沙耶ちゃんすごかったですね。めちゃめちゃあの子は劇場でファンを増やせる感じしましたね。俺ちょっと行きたくなったもん、握手会。そうで、あとはやっぱ橋本研究員、第2位橋本研究員。そう、橋本研究員なんかあのめちゃめちゃ垢抜けません？普通に美女良くなってた。めちゃめちゃ美女が良くなってた。俺も新井橋本はちょっと握手買おうかなっていうぐらいめっちゃ良かった。これコメントの数によっては僕本当に買いますんで、構図 VS 新井沙耶、構図 VS 橋本恵理子見たい方はたくさんコメントしてください。で3位がマサイマユちゃん。意外って思うかもしれないですけど、マサイマユちゃんはめちゃめちゃレスするわ。めちゃめちゃその最善とかも全然ガンガンレスするわ。で第3位ね。で第4位からちょっとねむずくなってくる。結構もう新井橋本がまあ2トップで、その時点がまあマサイで、まあちょっと大きく離れますこっからは。で、いやー誰かな、太田由紀ちゃんかな。太田由紀ちゃんはなんか割とずっと服顔してるんですよね。あの公演中それもちょっとねポイント高い。で次誰だ、次がゆいちかな。ゆいち第5位ゆいちで、6789、あと4人残ってんだな。あと4人、ちょっと待って、あ違う、ゆいち6位だな。5位はのんちゃんだ。畠山のぞみちゃん5位、のんちゃんの方がレッスン上手だったわ。でその次が6位がゆいちで、で7位8位9位か、9位は小浜ここねちゃんです。あの生誕祭は良かったです。ちゃんとあの文章書いて準備してきてたっていうのがあって、非常に聞きやすいスピーチでした。だしまあ確かに出始めの頃を考えたらね、すごい成長したなと思いますけど、まあ周りのメンバーも成長してますから、まあそういう環境だよねっていうところ。まあ小浜ここねちゃんはね最善なかなか見ないですから、そうなので、まあ、小浜ここねちゃん9位なんだけど、7位8位はまあ前回いや全然見ねえじゃんって言った工藤成田両名なんですが、あの心境が見られてます。2人とも最善見ようと努力してました。そういやそれいやめっちゃいいじゃんってと思った。でどっちかと言ったら工藤かすみちゃんの方がなんかその最善見ようっていう努力をしてて、成田小日向ちゃんは多分性格的にちょっとテレ屋さんなのかもしれない。なんか MC 中とかでもあのなんだっけ、なんだっけ、のんちゃんとコッコのことを畠山さん小浜さんっていうまさかの名字プラスさん付けみたいな感じだったんで、あれはさすがにやめた方がいいんじゃないかなっていう気はしましたけどね。まあ、性格の問題なんだと思うんですけど、あれはねちょっとだからコッコさんとか、のんちゃんさんとか
って呼んだ方がいいんじゃないかなっていう気がします。あれは MC はいろんな人が聞いてるから、さすがに過去の AKB の劇場公演 MC で名字にさん付け、名字にさん付けなんてねそんな曲ありましたね。あれ良くない、あれはちょっと指導ですよ、うん、MC 中ぐらいはせめてニックネーム、先輩とはいえせめてニックネームプラスさん付けにした方がいいんじゃないかなっていうのは気になったところです。うん、あとはどうかな、そんぐらいかな、うん、皆さんの楽しみにしてたレポ、まあ、でもやっぱ僕は最前で見た後の方がやっぱテンション高いですよね、多分それはもう見たらわかる、このビフォーアフター、なんだって座れなかったら帰ろうって直前に言っててさ、見事に新井沙耶ちゃんと橋本恵理子さんの握手券を買おうかなまで言ってんだからさ、すごいよね劇場公演って。うん、まあそんな感じです。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。